はいどうもこんにちは、ピアさんのゆうですね。今回もね、芸者使っていこうかなと思うんですけど、マップは黄金の石窟。前間違えて黄金の洞窟って言っちゃったけど石窟だったね。でこのマップ結構穴があって下の階層とかに行きながらするチェイスとかもあると思うので、そこでね、まあミチコの刹那を使えばそこで優位に立ち回っていけるんじゃないかということで、まあ今回はミチコを使っていこうかなと思います。で前にね、怒りさん振って、折り獣とか振って、もう板を関係なくするみたいな。何それずるくねそれ。なんだラグインかな。オッケー、まあまあ、これでお会いことしてやろう。オッケー。で、まあそのね、板とかを完全に怖がらないタイプのミチコも、あわよくば狙っていこうかなと思います。オフェンスと単行いるからね。さあ、ここで。さあ、来るかな。あ、てか、あれか。芸者顔も上がるから、ここは待機してるの意味ないわ。で、向こう側逃げてくれたよね。オッケーオッケー。まあ、ポジション移動できたから全然それでいいかな。オッケー。これはやれるね。よし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 、オッケー。まあでもやっぱそんなにこっちの方でチェイスしたら穴に落ちてチェイスする人はあんまいないかな。これ椅子遠いな、まあ、こっち側の椅子に寄せておけばいいかな。でまあカーボーイ、オフェンスといろいろ粘着がめんどくさいキャラクターも多いから、まあその辺はね、まあ臨機応変に対応していこうかな。よいしょ。まあそこそこ早くはないけど、まあそこそこ早いぐらいだな。であの人はカーボーイが救助に来る様子はないで、耳鳴りはもうしてるか。なるほどね。まあおそらく炭鉱、いやオフェンスかな、オフェンスが来るわだと思うんだけど、スポーン位置的に悪くなければね、サバイバー側が。オフェンスが来ると思うけど、どこだあ、いたそこが。いや、でもここだったら多分、ボール使われても、刹那で追いつけそうな気がする。よいしょ。いや、うまいね。あの、ここまでだったら、あ、オッケーオッケーオッケー。まだ地形理解してないね、サバイバーも。あ、今の普通に殴んなかったら半分超えたかもしれないな。殴らず、キープすればよかった。さあ、すり抜けていって、袋使う。オッケー。これ、オフェンスをかな。うん。袋を追ってるのはバカらしいので、ここでオフェンスを。お、いいね。刹那警戒するね。オフェンスとかって本当に、あ、いいよ、タックル、いいタックル。オフェンスとかって本当に、安易にボール使ってたら、刹那で追いつかれちゃうからね。で、ここで、カーボーイか。もう、売れないし飛んでればいいかな。このままカーボーイ追っていく感じで。な、何それ、何それ。なんかいたんだけど。お、よしよしよし。これよ、これこれ、早すぎ。いや、いた倒し気持ちいい。でも、これよね。怒り3プラス、今、折り獣が2発としてるから、あの、これ、後ろ向きながら、降りれるのか。それはあんまよくないな。どうしようかな。で、そこも、後ろ向きながら降りると。まあ、ただ、その先はあんまり何もないからな。オッケー。下の階層とかに行きながらするチェイスとかもあると思うので、そこでね、まあ、ミチコの刹那を使えば、そこで優位に立ち回っていけるんじゃないかということで。で、ここで、磁石使わないかな。これも弾き飛ばしにしてるから、刹那しちゃったら。ちょっと待って、オッケーオッケー。あ、でもこれも折り毛も、切れちゃったか。でもここで。よいしょ。よしよしよし。オフェンス起こされてるけど、この間多分誰も解読してない。まあ、占い師が解読してるかな。思うから早っ。もうスタン回復がもう早送り、2倍速レベルの早送りになってると思うわ。スタン時間何秒だった。これにプラスもう1回分貯めれるからね。あのなんかオフェンス今走ってきなかった。こっちのはしごから来るかな。どうだろう。まあ間違いなくここから来ると思うけど、よいしょ、上がっていってあれ今なんかいたな、上いな。これオフェンスがそこのやつから来るよね。でもこれさ、もう一回そういけないよね。ここで止まったよね。まあ、そりゃそうだわな。なんで降りなかったんだろう。これ多分普通にここで降りるしかなかったけど、2回連続でいけると思ったのかな。まあ、確かに2フロア連続で稼働できたら、それはめちゃめちゃ強い。よいしょ。で、これで炭鉱車の半分超えた。で、カーボーイが来る。お、早っ！救助早っ！さあ、よいしょ！これ一発。あ、カーボーイに当たってたか。まあ、でもこれは、どっちにしろ救助来にくいだろうし。まあ、カーボーイかな。カーボーイの方を追いながらでいいかな。これどうしよう。さすがに占い師は救助行ってないと思うけどな。いつでも瞬間移動できるようにしつつ、でもこれを普通に追いつけるかな。てか、この道地獄じゃない。あ、いけたわ。普通に後ろ見られてたら、障害物挟んで、あの、中止ボタンキャンセルすることもできずに。あ、なんか行ってるな、あれ、救助。あ、行ってないか。あ、なんだ、今の。あれか？ゾンビか。ゾンビの人型が、普通にサバイバーに見えたわ。よしよし。まあ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 。これで、カーボーイは5つり目だけど、まあなんとかなったかな。うわ、危ねえなんか来てたわ。危ねえ危ねえ、普通にやられるとこだった。まだこれありがたいな。どっちにしろあの場所でダウンされたら釣れなかったかもしれないからな。じゃあこれはありがたくオフェンスを釣らせてもらおうかな。よし。いやでもね、どうだろう。思ったほどね、やっぱ穴に落ちる瞬間に、あの、後ろ向きじゃなかったら強いなと思ったけど、普通に、なんだろうな。そう、後ろ向いたまま刹那させない状態で穴に落ちれちゃうから、それだったら、あの、思ってたほど強くはないかもしれない。まあ普通ぐらい。って感じな気がする。オッケー、オフェンスダウン。どうしような、これな。またタックル来そうだな。あ、来る。オッケー、いい。いいよ。ここで1キル分貯めてくれて、わざわざ、痛感はくれたくない。
ね、これカーブイ起こすかな。いや起こしてほしいな。起こしてくれた。ラッキー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 。もうカーブイどう頑張っても釣れなかったからな、まあ、これはしっかりと待ってダウンしたなら、おお元気いいね。よいしょ、オッケーオッケー。でいないかこのさ花嫁衣装、前のなんかいつかの動画で言ったけど、めちゃめちゃ好きで1番か2番ぐらいで好きなんだけど、こう頭がでかすぎてね、ちょっと見えにくいんだよね。そこが難点だよな、この衣装めちゃめちゃいいのに。さあこれ上登るか、どうだろう、入れ替わりされるかな。さあ降りてたね、降りてた降りてた、よいしょ。さあ降りて、また上行ったか、どっち行った、また上上がってたかな。あ普通に下いたわ、また上上がったかなと思ったけど見失っちゃった。よいしょ、お恥ずかしいところね、お見せしましたね。あーいた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 、これカーボーイ岸川に入ってるから普通にこれでは、おお、あそこ引っかかるんだ、かわいそう。今のは普通にシュールだったな。いやこれ椅子あるっけ、こんなに結構周り使っちゃったけど、あーでも結構こっちの方あるか。よしよしよし、これでもこのマップ思った感じ、さっきのさカーボーイと追っかけっこしてた通路、あそこの場所って結構椅子きついけど、セーブの椅子とか吹けたら全然刺さりそう。これはもう一発二発与えとこうか、袋多分ありそうだし、オッケーあるよね、そりゃあるよな。でもう一撃与えて釣れたらいいかな。よいしょよいしょ、オッケー、よし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 、オッケーオッケー。まあこれでやりに行ってもいいけど離れるか、じゃあ普通にカーボーイ釣ろうかな。オッケーオッケーオッケー、よいしょ。なんかねミチコもこの間テストサーバーでなんか強化来てたんだけど、まあミニ強化、まあ、そこまでめっちゃ強いとは思わんかったけど、今日か来てたんだけど、なかなかあれ来ないねとか延期になったらしい。よいしょ、 OK、 よしよし、まあ1戦目まあいいんじゃないかな。もう1戦千金洞窟引けたらやりたいけどな、なかなかこのマップ来ないからな。 OK、 投稿してくれました。じゃあね、もう1戦普通にやっていこうかなと思います。いやーさっきの試合はあれだな、オリケモと怒りがめちゃめちゃ刺さった試合だったな。もう1回やりたいけどね今度呪術師しかねスタンキャラがいないからな、あんまり刺さないかもしれないな。やっぱりまあ、でもそれでも一応つけてきました。で、早速、お、足跡見っけ。珍しい、久々に冒険が見たわ。で、こっちがいるのが、呪術師か。で、こっち側行った人は、あ、いないか。もしかしたら今、冒険家がしゃがんでたかもしんないけど、まあまあいいや。呪術師を終えるのは結構いいからな。うん。折り獣とかをガンガン生かせていけるから。まあ、ここで一発入れたのはでかいな。しかも、室外系じゃないな。我窓理論も発動してるから、加速もそんなにない。さてさて、さあ、ここね。入っていくが、ここはね、刹那止めなきゃいけないから離れられないんだよな。オッケーオッケー。さあ、相当これ、距離縮まるからな。オッケー。よし。まあ、そうだよな。オッケーオッケー。刹那警戒してくれるから、距離が上がんないと。オッケー。よし。しかも、一個使ってくれたね、これ。どうしようかな。普通にこっち側らへん釣っとこうかな。スポン位置的に、あ、でも耳鳴りする。ってことは 100% そこの、いるよね。開きのとこいるわ。開きっていうか、最果てのとこに一人と、それ見えてるけど大丈夫かな。さめちゃめちゃ見えてますよ。これ誰だろう、一等公開しか。いやーでもこれ使われる前に殴りたいな。オッケー間に合った、よしよしよし。あでも疲れたか殴って使ってるこれ先飛んどくか。さあいつ来る、来ないかいやーでもこれ気が抜けないな、これ。あれ今使った、さっき使ってなかったっけ。あれ、あギリギリ使ったと同時、あ殴れた使ったと同時で殴れたのか。あそっかそっか、なんか刹那ボタンも今出てたのかもしれないで、もしかしたら全然見てなかったわ。多分録画見返したら思いっきり刹那マーク見えてるから、使ってないの分かるやんっていうパターンな気がするわ。まあでもね、結果的に枯れたから OK。 この距離ね、瞬間移動あればよかったけどな。あでもなんかやれそうな気がする。いやー今回は怒り3プラス凶暴も3振ってるからめちゃくちゃ早いよ、攻撃硬直が。でこれで袋使わせる、持つ。いやーこれ呪術師スタン入れられたくないな。よし一発失敗する、よいしょ OK。 危ない危ない、スタンされる前でよかった。でも呪術師回復が遅いから、で今回崩壊も振ってるので回復も恐ろしく遅い。もう完全にもう攻めに徹する人格にしてきてます。詳しく言うと、破壊力3まで振って、怒り3振って崩壊じゃなくて凶暴3振って崩壊1振って、檻の獣振って指名手配振ってみたいな感じにしてます。もう上のみ、上と指名手配たちのみで、これ多分間に合うと思う。間に合う、ギリギリ多分間に合うと思うんだけど、崩壊も振ってるし。いや、よかった、崩壊積んできて。これ積んでなかったら、ギリギリ起きられたかもしれない。サバイバーの人格の、あれにもよるけど。結構、めちゃめちゃ椅子多くね、今回、この場所。椅子の位置いいな。ここそんないらないけどな。よしよしよし、OK。ここら辺にさ、多いより、アスレチックの奥の方のさ、麦畑の方にもっと多い方、これ嬉しいんだけどな。さ、これは、もう、あれかな、冒険家、やりに行ったらいいかな。
占い師もまだ起きれないだろうし、あ、痛い痛い痛い小さいのが走ってる。 OK で起きたか。じゃあこれ熱い瞬間に飛ぼうかな。うん、 OK、 これで救助もさせないと。救助来てる、来てないかな。若干飛ぶの早かったな。もう少しおびき寄せてから飛べよかったな。まあ普通にここでじっくりと待って、耳鳴りがなくなると。よし、もうこれはね、じわじわと追い込んでたらこっちの勝ちよ。 OK、 いた。今日ね、本当はね、あのジョゼフの動画を撮ろうと思っていろいろ遊んでたんですけど、明日ね、なんかジョゼフの携帯品が来るらしくて、あ、じゃあどうせだったらそっちにしようと思って今日はね、ミチコにしました。だから明日の動画はネタバレになるけど、ジョゼフですね、多分ジョゼフ。よいしょ。でね、あとね、そう、更新的なやつようやくね、俺バチに待ちまくってる、そのなんだっけ、あの白黒の強化、あれがね、あれもね、日本版に来るのは27とかかな、だと思う。中国版で20に来るって言ってたから、その1週間後とか27かに来ると思います。いや、あれがね、本当に待ち遠しい。というわけで今日も芸者使っていました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。